元アイズワンメンバーであるチヨンが番組 MC に妹のチェリョンとどちらが人気があるかと質問され、ファンから怒りの声が殺到しました。4月6日放送の YouTube 番組ノーバックタックで元アイズワンのチヨンが登場し、近日発売予定のソロアルバムの宣伝をしました。しかしこの回でチヨンは MC のタクジェフンから無粋な質問を受けました。その MC はチヨンに自分と妹のチェリョンどちらが人気があるかと質問しました。これを聞いたチェヨンはしばらく迷ってから答えました。昔は私の方が人気はあったと思います。しかしもう妹のチェリョンはすでに一致のメンバーとして人気を確立しているのに対して、私はまだソロアーティストとして自分の地位を確立していません、とチェヨンは慎重に答えました。チェヨンとチェリョンは有名な芸能人姉妹で、チェヨンはアイズワンの元メンバー、チェリョンは一致のメンバーです。姉妹揃って業界で活躍しているだけに、MC タクジェフンの質問はチヨンを困らせ、さらには極めて失礼だとして、ファンは怒りの声を上げています。以下はネチズンからのコメントです。なんて失礼な質問なんだ。チヨンは答えるのに困っただろうな。チヨンがアイズワンで活躍していた時くらい、再び人気を取り戻してくれることを願っています。妹と比べるなんて、反則でしょ。チヨンは4月12日、セカンドミニアルバム、オーバーザムーンをリリースしてカムバックしました。